祭りの初恋をさ話すとさ、あの祭りで初めて幼稚園の頃めっちゃかっこいいって思ってたのがカレーパンマンなのね。カレーパンマン、パンじゃん、パン。いまだに思うもんね、カレーパンマン、かっけくない？あのなんか、そう、食パンマンじゃないんだよね。祭りヒーローとかその2枚目とかより、そう、3枚目のわかるかな、カレーパンマンとかが好きなのよ。他にいるかな、なんかカレーパンマン的ポジションの人いるかな。あのドラえもんだとあのスネ夫が好きだね、祭りは。わかる？わかるかな？あ、そう、スネ、あ、そう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 、スネ夫が好きなんですよ。スネ夫良くない？可愛いんだよ。あの銀玉はね、山崎さがるが好きですね。船長ね、めっちゃね、初恋だったなって思ってんのがあって、マジでこれネタじゃなくてガチでカレーパンマンだね。なんか胸がね、キューってなってた。アンパンマンのカレーパンマン見ると何が好きだったんだろうね。でもね、ちっちゃい頃はね、カレーパンマンとか赤ずきんちゃちゃのディーヤ、なんだっけ、な、ディーヤだっけ、名前忘れたわ、あの犬のやつが好きだったわけ。なんかこれ船長の妄想か公式であった話かわかんないんだけど、なんかカレーパンマンがなんかミルクマンみたいな、なんか怪しい何かにこうやられてふやけて力が抜けてしまう姿で興奮してたんだけど、これが自分の妄想だったのか実際にアニメにそういう話があったのかわかんないんだよね。え、ちゃーねん、これは違う違う、これは BL じゃない。普通になんかそことそこのカップリングじゃなくて、そこがカップリングで萌えだったんじゃなくて、普通にそのカレーパン弱ってしまって口がふにゃふにゃ、まあもともとふにゃふにゃなんだけど、口がふにゃふにゃなカレーパンマン、はぁーみたいな、はぁ、あー弱ってる、あーこんなに強気なカレーパンマンがこんなに弱くなってしまってみたいな、ドキドキみたいなことがあったんだよね。スイちゃんの初恋は誰ですか？スイちゃんの初恋ね、エドワード・エルリックな気がするけどな。なんだろう、いや、エドかな、室外かな、いやでもエドかな、エドだな、うん、エドだな。スバルのここで人生で初めての初恋の人を暴露します。初恋の人をね、ちょっと暴露しちまっていいか、アイドルだけど。それはな、いつもなんかスバルね、小さい頃からちょっとなんかずれてて、人と近所にさ、リアルに言うと、リアルに言うと近所のドーベルマン、なんかね、ドーベルマンがいて、もうめちゃめちゃ好きになっちゃって、でただこれはね、これはあのもう保育園とかね、なんかそのなんか、まあでもなんかね、あんまり記憶はないんだけど、でもなんとなく覚えてる、そのドーベルマンがめちゃめちゃ好きだったこと。次に好きになったのは、スバルがいつも駄菓子を買いに行くお店があったんだけど、そこのあのもうね、おじいちゃんもうおじいちゃん、なんかもうね、もうおじいちゃんねなんだったんだろうあれ身の回りにいる男の人でなんか初めてわーってなったのはおじいちゃんだった。これね、なんかね、いや恋じゃないのかもしんないけど、なんかでもその時のスバルはすごく真剣で、こうなんかおじいちゃんが、おじいちゃんにいつも折り紙とか折り紙とか折って持ってったりとかしてたよね。でなんかさ、ミサンガを作って毎日、今日もおじいちゃんが健康で生きてますよって毎回お地蔵さんとかにお願いとかしてた。そうリーカ、恋心を初めて学んだのが小学生の頃なんだけど、体育の授業の時にあの体育座りをしてるあの親友だった女の子を見て、なんかすごい胸がドキドキしたんだよね。
なんだこの感情は。うわすごい覚えてる。なんで体育着で、そう体育着で体操、なんか体育座りしてた時にその感情が芽生えたのか分かんないんだけど、なんかその時にすごいなんか胸の高まりを感じて、これってもしかしてってなったんだけど、でもなんかその子はませてた子だったからか分かんないけど、普通に小学生の頃になんか彼氏がいて、リリカは儚く散りました。儚く散りました。リリカのさ妹とかもさ、小学生の頃になんか彼氏いたりとかしてた気がするし、なんかもう当たり前なのかね。徐々にさ、なんか小学生とかでも全然みたいなことあるんかね。